相手だ。それに最近こいつらもすげえ速度で成長していってやがる。油断したらこっちが飲まれそうだ。どうにも懐かしいな、この感情。初めて桃矢の歌を聴いた時みたいだ。よし、今までの中じゃ一番の出来だったな。ああ、観客との一体感もあった。ほんと最高、この瞬間のために生きてるって感じ。うん、すっごくドキドキしたね。だからってこの程度で満足して浮かれんなよ。俺たちはラッドウィーケンドを超えんだ。こんくらい軽くやれて当然だろ。わかってるって。次のイベントの練習も頑張ろうね。よし、こんなところか。あ、早いな、アキト。こんな朝早くから声出しをしていたのか。喉を温めるのに時間がかかるからな。次のイベントも近いし、フルで練習する日は2時間前に来ることにした。そうか、随分張り切っているな。なんだよ今更。それ言うなら桃矢も前より自主練増えただろ。確かにそうだな。ただそれは張り切っているというよりは自然とそうなったという感じだ。なら俺も似たようなもんだ。ようやくチームの実力が出せるようになってきたしな。そうか。まあそれだけじゃねえけどな。桃矢は親父のことに踏ん切りつけてからますます歌えるようになってきてる。アンも組んだ当初はノリで突っ走ってミスることもあったが、チームで歌うコツをつかんでからはそれもなくなってきた。それに小羽の成長速度は半端ねえ。どこまで歌えるようになるのか未知数だ。チームとしてもまとまってきていい波が来てるんだ。俺も気を引き締めていかねえとな。あれ、二人ともずいぶん早いじゃん。おはよう、東雲くん、青柳くん。おう、お前たちも早く来たんだな。うん、早めに声出ししとこうと思ってさ。っていうか約束の1時間前にいるって何時に起きたわけ？ああ、6時ちょっと前だな。へえ、早すぎない？おじいちゃん？なら同じ時間に来てるお前らもばあさんだろ。ちょっと、女子高生ですけど。まあ何にせよ全員揃ったんだ。練習するぞお前ら。あ、ちょっと待った。さすがにこんな朝早くから4人で歌うと近所迷惑でしょ。だからさ、あっちでやらない？到着って、あれ、何か聞こえない？本当にごめん、僕が悪かった。この通り。男の人の声？バカバカ、絶対許さないからな。そうだよ、麺が大事に取っておいたおやつだったのに。こっちの声は凛と蓮か。メイコさんのカフェの方で言い争いをしているようだな。よくわかんないけど、とりあえず行ってみよう。なんかまたしょうもねえ喧嘩の匂いがするな。
ちゃん、いらっしゃい。何かあったっていうか、見ての通りかな。ひどいよ、カイト。麺のとっておきのアイス食べちゃうなんて。昨日からずっと楽しみにしてたんだからな。カイトって、あのカイトさん？ええ、今までどこにいたか知らないけど、ちょっと前にふらーっと現れたの。ま、いつもフラフラしてるし、いつか来るとは思ってたけどね。いや、適当すぎるだろ。っていうか、どうして俺のアイス食べちゃったのさ。さっきメイコのカフェの前を歩いてたんだ。そうしたら、急にお腹がグーグー鳴り出して、せっかくだし、メイコのお店で何か食べさせてもらおうかなと思ったんだけど、準備中だったのか、メイコがいなくてね。それで、お店の冷蔵庫を見てみたら、アイスがあったんだ。いつもは、リンもレンも、自分のアイスに名前を書いてるから、これはきっと、僕のためにメイコが用意してくれたんだって思い込んじゃって。そもそも勝手に冷蔵庫を開けるのはやめてほしいんだけど。確かに名前を書き忘れたのは俺だけど、もう食べる前に聞いてよ。本当にごめん。代わりに、そうだ、レンが前気にしてたサンプラーの使い方を教えるよ。え？本当？ちゃんと最後まで教えてくれるなら許してあげなくもないかな。本当かい？よかった。サンプラー？音を取り込んで好きに組み合わせたりできる機械のことだよ。 DJ ブースで見たことあるんじゃないかな。もしかしてあいつ DJ なのか？ええ、盛り上げるのが上手だし、あれで結構うまいのよ。最近は蓮の師匠さんみたいになってるの。そうなのか。ぜひ聞いてみたいものだな。ん？もしかしてそこにいるのは？カイト、紹介するわ。この世界の思いの持ち主たちよ。ああ、そうなんだね。はじめまして。僕はカイトだよ。いやあ、恥ずかしいところを見られちゃったなあ。はっはっは。よろしくお願いします。はじめまして。よろしくお願いします。みんな来てたんだ。ねえねえ、せっかくだし、一緒に DJ やらない？今からカイトが教えてくれるんだ。ああ。悪いけど、今日は歌いに来たから、また今度な。へぇ、じゃあ、また今度ね。ほら、カイトやるよ。用意できた？うん、早速やろうか。それじゃあ、こんな感じで。なんだこの音。なんだか不思議な音だね。ぴょーんとか、わわーとか。ああ、そうだ。こんな音も使えるんじゃないかな。面白いだろう。サンプラーの使い方教えるって言ってたが、遊んでばっかじゃねえか。メイコさんはあれで結構やるっつってたけど、正直ヘラヘラしてるっつうか。いや、今はそんなこと考えてる場合じゃなかったな。おい、そろそろ練習するぞ。これじゃ早く来た意味がね。みっちり練習して次のイベントも沸かせるぞ。